スターカレリアスパマリーナス盗賊カモメは、チドリメ盗賊カモメ科に分類される鳥類の一種。名前の由来は、カモメ類など、他の水鳥、海鳥の獲物を空中で奪い取る習性から付けられた。ユーラシア大陸や、北アメリカ大陸の北極圏で繁殖する。非繁殖期には、赤道付近の熱帯地域から、南半球まで南下する。日本では、旅鳥、または、 冬鳥として主に太平洋側の海上で観察され、春と秋には数が多い、夏季の観察例もある。全長約49センチメートル、翼海長約130センチメートル。体色は単色型から暗色型まで様々なパターンがあるが、いずれの方も初列風切りの基部に明瞭な白斑がある。単色型は目先から、頭頂は黒か色。 喉から首にかけては白く、側首は黄色がかった白色。くちばしは単色色や単成灰色で先端部は黒色。暗色型は全身が黒か色。批判食器は洋上で生活する。批判食器はあまり群れを作らず、単独で飛翔していることが多い。天候が荒れた時には内湾や港などの陸地近くで観察されることもある。洋上で カモメカやミズナギドリカ、カツオドリカの水鳥を空中で攻撃し、獲物を放したり吐き出したりしたところを空中で奪い取る行為を行う。また、自分で魚類を捕食する。繁殖期には、小型哺乳類や海鳥のヒナ、卵なども捕食する。ツンドラ地帯の地上に餌草し、つがいで広い縄張りを持つ。繁殖期は、通常6から9月でミランを産む。 放乱期間は25から27日。育数期間は31から35日である。鳴き声はグエグエ、またはビービー。ただし、日本近海で鳴き声を聞くことはほとんどない。ありがとうございます。